おはようございます。マーティン、ナミヤクーイ、ンクです。三内丸山が世界遺産に認定したそうでございます。いよいよ、認定して、登録の勧告も出たそうでございます。十七遺跡は、まあ、縄文時代を表す大規模な三内丸山遺跡なほか、貝塚もいろいろあります。北海道のキウス州帝、防軍、北小金貝塚、高砂貝塚、入江貝塚、大船遺跡、柿の島遺跡、青森は、 大三元遺跡あとは田小屋の貝塚津軽にある亀岡石器時代遺跡三内真山遺跡がメイン小牧の遺跡七戸町は二つ森貝塚弘前は大森勝山遺跡岩手県和これからですが堤川石器時代遺跡伊手県は五所の遺跡 秋田、和野にある大湯、環状列石、伊勢堂大遺跡は、北秋田市にあります。これが、北海道、青森、岩手、秋田の4道県、13市町村にある17遺跡であるそうでございます。メインは、青森県の外側浜、青森県の青森市にある3内村山遺跡でございます。というわけで以上です。バイバイ。